はい、将棋の実況動画やっていきたいと思います。10分でいきます。お前が後手だ。五段の方ですか。は、五段ですか。対局開始。いやー、あ、中飛車ですか。先手中飛車ですね。まあこちらは居合抜き長速でいきたいと思います。そうですね、五段の方といえども、まあ長速がうまくいけば、まあ戦えるんじゃないでしょうかね。まあ居合抜き長速で、まあ銀上がって銀上がって銀上がって銀上がるっていう、そうですね、ここが銀上がって自分も銀上がるっていうのがセットですね。まあ玉寄りですか。そうですね、まあ金上がって、まあいずれこの桂跳ねで攻めていこうっていう展開ですね。まあここ歩ついてきてくれた方がいいですね。まあ銀上がりますか。そうですね、で銀上がってここに銀を狙っていきたいですね。まあ長速の狙いとしては銀でここを押さえていこうっていう流れですね。まあ端歩はつきますか。で、まあ銀が上がってここで押さえるっていう形ですね。まあ玉寄りますか。あら、こっちですか。まあ桂上がりますね。ここの桂上がりで狙っていこうって。まあ銀上がってきたら何かしら対応考えなきゃいけませんね。あ、さ、え、桂ですか。んー、じゃあここに桂上がると、まあ銀上がりありえますね。銀上がった時に、同銀同桂、角上がったら銀打ちですか。か、まあ角どっか行っても歩突きがありますね。で、これは銀でいいんじゃないでしょうか。銀で同銀に同桂ですか。ついてくるんですか。へえ。なるほど。これは、下がる手には、下がったらダメですかね。銀、下がったら、同銀同桂に角上がりに、別に大丈夫そうですね。下がりますか。まあ、角が使えな、まあ、角はこっちで活用していこうっていう考えでいきますね。まあ、相手の方、玉形が、金と飛車と金が、これ、うまく連結してませんからね。あ、こっちで。なるほど。しかし、これは飛車で受かってるんじゃないでしょうか。そうですね、ここで銀取ってくるんですか。で、同桂の瞬間に銀打ちとかですかね。しかし、玉桂が、飛車、振ってくるんですか。いや、なんか強気ですね。そうですね。つきましょうか。角には帰ってもらいたいですね。この瞬間、銀で、同桂に銀打ちですかね。あ、やはりそうですか。しかし、銀打った時には自分は角を取りに行こうっていう考えなんですね。あ、こっちに銀とかですか？いや、戻るのか。へえ。よくわかんないですね。しかしながら、ここに銀下がるとかですか？銀下がった手に、角がここに、効きますからね。角、あ、銀打ちは、角下がりで、あんまり良くないかな。銀上がりは、銀下がった方が将来的にここで受けきれそうですね。銀下がりますか。まあ、これは角を通した手ですね。飛車に当たるんで。そうですね、これで狙いの角を通せましたね。あ、ここで銀打とうっていう手か。なるほど。狙われてたんだ。そっか。取ったら同歩で桂に当たるっていう。
や、地獄みたい手ですね。いや、厳しいか、これは。そうですね。損するな、確実に。銀取って同歩に銀打ちに、同金取って同角に、手がないですね、その瞬間。まあ、取るしかないですか。あ、いや、下がる手あるか。下がれば、あ、下がればいいですね。下がりましょう。これで桂が取れませんね。ここに割り打ちとか。割り打ちは、避けて、銀なり、同金に。まあ、なくはないですけど、微妙ですか。この飛車どっかで活用していきたいですね。あ、そうですね。ここ銀打ちに寄った瞬間、銀なり、で、角切って、その瞬間、金打ちが入りますね。あ、これは、少しいいんじゃないかな。まあ、避けてるようでは仕方ないっていう手ですかね。しかし、同歩には同角で、同角で歩打ちにどうするんでしょうか。ですね、同角に歩打ったらまた下がるんですかね。一歩入れようとする手なんですかね。もしくはここに下がるんですかね。ああ、多分ここに下がるんですね。なるほど。この強をね、あれ？あ、飛車を通す。飛車を通す手なんですか。いや、考えさせられますね、この手は。5分。角に当たらないようにしていくんですね。どっちに行くか。こっちですか？飛車取ったら角切って金打ちですかね。だからまあ同銀、うん、同銀ですね。で、そうですね、この瞬間手があればいいんですけどね。金打ちとかですか？時間も気にしないといけないですけど。ね、ここに桂打ちたいんですけど、桂がないので。まあ、金打ちとかですかね、ここに。で、次、金で銀取って、同歩に、角という流れですかね。あ、これは飛車に紐をつけた手なんですか？これで取る気ですか？取らない。まあ、取りますか。で、結局また打つんですかね。ああ、なるほど。ここに銀とかもありですかね。銀打って避けるのであれば同桂、同歩に。ああ、銀ですか。あ、先に突きますね。で、突き捨て入れてから、ここに銀です。
ただ時間がないので、ここからはスピーディーに攻めていきたいと思います。そうですね、この瞬間これですか。まあ、飛車を捕獲しようという手なんですけど、これで寄りますかね。あ、取ってくるんだ。そうですね、こっちは飛車慣れた上に飛車取れましたからね。銀と銀と飛車交換ですか。これはいいんじゃないでしょうか。そうですね、しかしながら相手の方が7分残しているのにかかわらず、自分は3分しか残ってないと、それはきついですね。まあ、こっからスピーディーに攻めれば勝てるんじゃないでしょうか。まあ、局面的には悪くないですね。そうですね、ここはこうですか。これで角銀両取りですね。あ、ありがとうございました。そうですね、角銀両取りではもう、そうですね、飛車もこっちに渡しちゃったので、もう勝てないということですかね。ありがとうございました。じゃあそうですね、盤で並べてみますか。そうですね、まあ、自分が後手だったで、相手の方が先手中飛車で、こっちは居合抜き長則というのをやってみました。で、まあ、基本的にそうですね、自分が、まあ、先手だった場合は長則で、後手で相手の方が 先手中飛車やってきた場合は居合抜き長則をやっていくっていう方針なんですけど、まあ、そうですね、基本的に一手違いですが、その、まあ、基本的には長則の形になりましたね。そうですね、ここで桂跳ねないで銀が上がってきて、この桂跳ねを抑えようという手をやると思ってたんですけど、そうですね、桂跳ねでしたね。その瞬間攻めが入りましたか。そうですね、この角がよく分かんなかったですね。まあ、飛車寄りとかも初めて見る手が多かったですね。で、まあ、歩突いて角を狙いに行った。まあ、その瞬間桂跳ねて、そうですね、角ここに、こことかここに銀とか打って、この角がここにいる状態で攻めてくると思ってたんですけど、そうですね、一回下がりましたね。で、自分はこの飛車に角を当てたいので銀を下がりました。まあ、この銀下がりは将来的に相手の攻めを銀で受けようという手も含んでおります。で、まあ、相手の方は金で受けましたね、ここの筋を。まあ、ここに銀打ちとかもあったんですけど、まあ、それを受けようという手ですね。まあ、この瞬間角で、そうですね、角で飛車を狙っていったんですけど、ここで、まあ、銀打たれたのがちょっと驚いたんですけど、しかしここで攻めないで下がっておけば、銀で桂取られた時に角成りで飛車が取れるので別に大丈夫かなっていう手でしたね。で、まあ、相手の方は金で玉を固くしたんですけど、は割り打ちの銀が入りましたね。で、まあ、これ寄ってるようでは話にならないということで、相手の方は攻めてきましたね。しかしながら同歩で同角に歩打ちが、まあ、いい手ですかね。まあ、こっちの手番になりますからね。で、この角は将来飛車が取られた時に紐をつけようという手ですか。で、角成りで、まあ、この瞬間金打って攻めていこうっていう手ね、手なんですけど、で、ここで歩打ちに取って、まあ、角利いたんです。ね。その瞬間、まあ、一回下がって、で、ここで歩をついたのは、将来的に飛車がこっちに寄った時に、まあ、飛車成りを狙っていこうという手ですね。これが先に入っていることで、攻めをつなぎやすいと。で、その瞬間、この銀打ちが、自分的には好手だと思いましたね。この銀打ちは相手の方は読まれてなかったですかね。で、まあ飛車が上がったとしても銀成りで、そうですね、ついて、まあ、避けてるようでは話にならないということで、ここで取って飛車が成り込めました。まあこの瞬間銀と飛車交換なので、自分的にはまあいい局面になったなと思いましたね。で、この銀は竜がこの8九の筋に入らないようにした手なんですけど、そしてこの7八竜を見て、
これで角銀両取りが受からない、かつもう攻めがどんどん続いてしまうということで相手の方投了になりましたね。まあ時間的にはこっちがかなり少なかったので終盤うまく指せるか不安でしたけど、そしてうまく指して、まあ、5段に勝つことができてよかったです。ありがとうございました。